まあ他のドラゴンは気にしないのばかりなんですが、不衛生でも病気になりませんし。ほう、そりゃ羨ましい。というか小林さんは雑ですよね。ビールの缶が散乱してたり、脱いだ服がそのままだったり。いいじゃんか、そこが一人暮らしのいいところなんだよ。あと本が順番通りに並んでなかったり。それちょっと細かすぎない？わかりました、本は良しとしましょう。でもゴミや服は片付けてください。ここ私の家。ダメです、カンナが真似しちゃうんですから。はい。お母さんに怒られてる時のお父さん、きっとこんな気分。でもねトール、あ、それはトールが綺麗にしてくれるのが嬉しくてついついやっちゃうんだ。偉大なドラゴンにかかればお茶の子さいさいだからね。小林さん、だからこれからもお願いねトール。はい、喜んで。チャラが小林アクト。 I choke you down.